明日はね、お休みなんです。私ハッピーなんです。ただやることがないんです。考えてるんです、何をしようか。まだ決まってません。さあ見えてきました、県営大高緑地標識が出てまいりました。調整は大丈夫そうですね。なんとなくは映ってる。よし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 。さあ、しかしじゃないですね。YouTube、2020年の9月に始めて、1年と2ヶ月経ちましたけども、ずっと毎日動画を投稿してきました。で、初めて1ヶ月も経たないうちに1日だけ寝てしまって動画を撮らずに終わってしまったことがあったんですけども、それが唯一毎日投稿が途切れた、結構初っ端に途切れたんですけど、その後本当に頑張って、言った300日は確実に毎日投稿をやってたんですけど、先日のね、オールライブ配信による和歌山県の旅をしてた時に、ライブ終わりですね、ライブ終わりにちゃんとこう自分で明日はお休みしますって言ったのは初めて、それがちゃんとした初めての1日お休みをいただいてたんです。で、昨日ですね、昨日と一昨日2日間も YouTube をお休みするというのは、初めてですね。だから1年以上400日間ほぼ毎日動画を投稿してたんですけど、初めて昨日と一昨日2日間も YouTube をお休みしたというのは初めて、もしかしたら3日になるのかもしれませんけど、いろいろね、いろいろ今考えてます、これからのこと。やり始めたからにはですね、やり始めたからにはどうしてもこうチャンネル登録者様を増やしたい、その気持ちが非常に最近強くなってます。始めた頃っていうのはもうあんまり考えてなかったんですけど、最近本当に1年経ったっていうのを機に本当に考えるようになりました。ただそこは本当は考えるべきところではないのかもしれない、そうも思ってます。眩しいです。やっぱりチャンネル登録増やすことを追ってしまうと、なかなか僕がそもそもやってるコンセプトが崩れてくる、そのように感じておりますという部分で、今非常に悩んでます。すごい悩んでますね。なので、毎日大丈夫だよっていう言葉を言い続ける
というのも大事かもしれませんけども、より多くの本当に本当に大丈夫じゃない人に届いてないんじゃないかっていうのもすごい感じるんです。やっぱり、まあ、日本の人口って1億超えてるわけで、その中で、まあ、再生回数を見てもそうですけど、そういうところでなんか届いてないんじゃないかっていうのがね、すごい感じるので、どうしたらいいかなっていうところでね、本当に今悩んでますね。今のままのスタイルで行くのももちろんありなんですけど、自分の今気持ちがちょっとどうにもです。眩しいです。ちょっとタバコ吸っていいですか。なかなかね、大丈夫なんですけどね。なんだろうな、大丈夫なんですよ。で、大丈夫だよっていうのをたくさんの人に伝えたいんですね。大丈夫だよって。あれ終わってた、充電できてなかった。もっと伝えたい。でも最近野球のね、日本シリーズずっと見てたんですけど、なんかヤクルトがなんかすごい大丈夫っていう言葉を使ってますよね。すごいいいなと思うんですよ。よっぽど僕が大丈夫だよってこう YouTube でつぶやくよりも、よっぽどヤクルトが絶対大丈夫っていう、なんかタオル持ってる女の子がいたり、あ、いいなって思うんですね。やっぱ影響力がある人が言った方がもちろん力は大きいと思うんですけども、まあでも言い続けるっていうのはやっぱ大事なのかなっていうところではね、まあ、僕の出番かなとも思ってるんですけど、大丈夫だよっていうね、大丈夫なんだけどな、まあでもやっぱこう言い続けるしかないんだよな、大丈夫だよっていうのは、大丈夫だ大丈夫だ、急ぐ必要もないしね。いや、でも急がないといけないのか。急ぐ必要がある。だって今もこうしてる間に、ね、いろいろ思い詰めてる人もいるって考えると、なかなか YouTube じゃない方がいいのかな、 Twitter とかで毎日言ってた方がいいのかな、つぶやいた方が。言葉じゃダメなんだよな、文章じゃ。やっぱ顔出して、知らない人かもしれないけど、顔出してカメラに向かって真正面から大丈夫だよっていう動画の方が僕は伝わると思うんだけどな。そこは絶対そう思う。50分ですよ。もう20ギガぐらいいっちゃうね。20ギガ。
使いません、これは。一切。トイレ行きたい。さあ、答えが出ないな。答えが出ない。いいのかな？答え出なくてもいいのかな？答えを探す。やりながら答えを探していくっていうのでもいいのかな？トイレ行きます。そう、今目の前の方には球場があるからね。野球やってる人たちいっぱいいますから。僕も小学校の頃は野球やってました、ここでね。少年野球やってましたから。3年間ですけどね。4年間か。答え見つけていきますか。ね。やりながら見つけましょう。ここも駐車していいんですか。よし。やりながら答えを見つけていこうかなと思います。11月28日日曜日午後4時18分よし、やりながら見つけようじゃないか。でも歩みは止めない。みんなに伝えるために、みんなに伝わるまでやり続ける。死ぬまで。おしっこが漏れそうです。よし、終了終了。頑張ろう。できる。できるよ。俺もだし、みんなも、みんなも、みんなの方ができる。みんなは大丈夫だから。大丈夫。みんな大丈夫。大丈夫。